ピーター・ナバロは、アメリカ合衆国の経済学者、公共政策学者。現在、カリフォルニア大学アーバイン校、ポール・ミラージュビジネススクール教授。2017年1月20日、ドナルド・トランプ大統領から指名を受け、新設された国家通商会議のトップに就任した。教職に就く以前は、東南アジアのアメリカ合衆国平和部隊に所属していたほか、 ワシントン DC でエネルギー、環境政策のアナリストとして勤務していた。ナバロは1972年にタフツ大学を卒業し、学士号を取得した。1979年にはハーバード大学、ケネディ行政学スクールから公共経営学の修士号を取得。また、1986年には同大学から経済学博士号を取得した。 タフツ大学卒業直後、ナバロはアメリカ合衆国平和部隊に就職し、タイに3年間滞在した。1970年代、ナバロは政策アナリストとして、アーバンサービスグループ、マサチューセッツエネルギーオフィス、アメリカ合衆国エネルギー省に所属した。ナバロの論考は次に挙げる媒体で発表されている。バロン S、ビジネスウィーク、ザ、ロサンゼルスタイムズ、 ザ・ボストングローブ、ザ・シカゴトリビューン、ザ・インターナショナル・ヘラルドトリビューン、ザ・ニューヨーク・タイムズ、ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル、ハーバード・ビジネスレビュー、mit スローンマネジメントレビュー、ザ・ジャーナル・オブ・ビジネス。その他、ブルームバーグ tv、ラジオ、bbc、cnn、npr、マーケットプレイスといったメディアにも出演した。また、cnbc への寄稿。 60ミニッツへの出演も果たした。加えて、投資に関する論考を thestreet.com に寄稿している。2012年、ナバロは、辞書、中国による死をもとにしたドキュメンタリー映画を監督、プロデュースした。この映画は、原作と同じタイトルで上映され、ナレーターとして、マーティンシーンが起用された。ナバロは、経済学、 公共政策学の教授としてカリフォルニア大学アーバイン校で20年以上教弁を取った研究テーマはエネルギー問題並びにアメリカ合衆国とアジアの関係である担当した MBA コースでは何度も優秀教員賞を受賞しているカリフォルニア大学アーバイン校に着任する前1981年から1985年までナバロは ハーバード大学エネルギー環境政策センターの研究員を務めた。その後、カリフォルニア大学サンディエゴ校の助教授に就任し、ビジネスと政策学を教えた。ナバロはカリフォルニア州サンディエゴで3度出馬している。1992年に市長選に立候補し、全党予備選挙で首位となるも、決選投票で共和党のスーザン・ゴールディングに敗れた。 1996年、第49選挙区の下院議員選に民主党候補者として出馬するも共和党のブライアン・ビルブレーに敗れた。2001年、ナバロは第6選挙区サンディエゴ市議会特別選挙に出馬したが予備選挙で落選した。2016年、ナバロは2016年アメリカ合衆国大統領選挙に出馬した。 ドナルド・トランプ陣営の政策アドバイザーに就任した。2016年12月21日、ナバロはドナルド・トランプ次期大統領の指名を受け、ホワイトハウス国家通商会議という親切なポストに就任した。この背景には、ナバロが選挙期間中からトランプ陣営の政策顧問を務めたこと、筋金入りの中国脅威論者であることが指摘されている。一方で、 国家通商会議が廃止されて、通商製造業政策局に改組されてから影響力の低下が指摘されており、大統領就任後のトランプは選挙中に訴えた、就任当日の中国の為替捜査国指定を撤回したことから、ナバロの政権への影響力を疑問視する見方も出ていた。しかし、ナバロは当初から中国の為替捜査国指定の判断は、 財務省に委ねるとしていた。また、ナバロは日本の非関税障壁や貿易赤字も問題視している。米国が日本を含む中国など世界各国に対して鉄鋼、アルミニウムの輸入制限を適用し、スーパー301条に基づいて25%の関税を付加する中国製品1300品目を特定する原案を発表したことに対して中国は、 米国製品160品目に同率の関税案で報復した際は中国に公平な競争条件を求めているとトランプ大統領を擁護した。同盟国にも関税を課すことを辞さないナバロと対立し、日本や欧州連合と共同で中国の不公正な貿易慣行に対処することを主張していたゲイリーコーン国家経済会議委員長の退任で発言力が増しているとされているが、 ナバロは実際の交渉をスティーブン・ムニューシン財務長官とロバート・ライトハイザー通商代表に委ねている。G7 の国々に対しても市場開放を主張しており保護主義に反対する共同声明をまとめた議長国カナダのジャスティン・トルドー首相に対しては地獄に落ちると批判した。2018年5月3日、ムニューシン財務長官、ライトハイザー通商代表 ミルバーロス商務長官、ラリー・クドロー国家経済会議委員長らと共に北京を訪問して中国の劉鶴国務院員副総理らと通商協議を行った。この際もナバロは交渉を他のメンバーに任せており、劉副首相が訪米して行われた第2回の通商協議では当初は外されるも結局出席することになった。閣内では ムニューシン財務長官との対立も報じられており、米中貿易戦争を留保したとするムニューシンの発言に対して批判し、ムニューシンが台米投資制限は中国以外も対象に大統領令ではなく台米外国投資委員会で行うとしたことにも、ナバロは反対したが、トランプ大統領はムニューシン財務長官を支持した。月日には年 g 大阪サミットでの米中首脳会談に向けて、ゴールドマン・サックス出身で、対中優和派の無入信財務長官を念頭に、ゴールドマン・サックスの金を、オハイオ州デートンに持っていけ、ウォール街は、交渉から出ていけと述べた。ナバロは、政府が主導する中国経済と、市場主導の米国経済のモデルは、地球と火星のように離れていると表し WTO に加盟してから中国は2015年時点で世界の自動車の3割近く、船舶の4割、テレビの6割強、コンピューターの8割強を生産して世界の製造業を支配するに至ったとして人工知能やロボット工学などでも脅威になりつつある中国の知的財産権問題など不公正な貿易観光への対処を主張している。また、 軍用無人機でも中国は市場を奪っているとして、米国の輸出規制緩和を推し進めている。ジャスティン・ウォルファースによると、ナバロの見解は、主流派からかけ離れており、経済学会で、常識となっている重要な協議のほとんどを受け入れて、いないという特徴がある。アメリカ合衆国特別検察官局は2020年12月7日、2020年、 アメリカが州国大統領選挙で、ナバロが、ジョー・バイデン候補と中国との関係を取り上げ、中国に買収される恐れがあるとしたほか、バイデン候補を、北京バイデンと呼ぶなど公的な職権を乱用した、政治的行為を禁ずる連邦法であるハッチ法に違反したとする調査報告書を公表した。ナバロの妻は建築家のレスリー・レボン。現在、カリフォルニア州ラグナビーチ在住。 ありがとうございます。